星の不思議な不思議な生き物、ポケットモンスター、縮めてポケモン。すべての冒険はここから始まる。世界にはポケモンが満ち溢れている。海に、山に、町に。人はポケモンをゲットして集めたり、ポケモン同士を戦わせたり、あるいはポケモンの力に助けられながら生きている。関東地方マサラタウンに住むポケモン大好き少年サトシ。人は10歳になるとポケモントレーナーとして認められ、ポケモンと共に旅に出ることを許される。旅のパートナーとされるポケモンはゼニガメ、ヒトカゲ、不思議だね。しかしサトシは肝心要の大事な大事な旅立ちの朝、大寝坊の大遅刻。3匹はもう誰かと旅立った後、そして出会ったのがピカチュウ。サトシとピカチュウ、寝坊が結んだ運命の出会い。大好きなポケモンのためなら、たとえ火の中水の中、ポケモンマスターになるという大きな夢を持つ少年サトシ。モンスターボールに入ることが嫌いで、可愛くて強いピカチュウ。一人と一匹はまだ見ぬポケモンとの出会いを求めて冒険、冒険、また冒険。憧れのゼニガメ、ヒトカゲ、不思議だね。さらに上都地方の3匹、ワニの子、ヒノアラシ、チコリータ。いろいろなポケモンをゲットして、サトシのチームはパワーアップ。旅の仲間はおてんば人形カスミ、水タイプのポケモンの使い手だ。もう一人は何でもこなせる岩タイプの使い手タケシ。二人は先輩トレーナー。ただし虫は無視、お姉さんがたまに傷。ポケモンジムに挑戦。熱く激しいバトルがポケモンとトレーナーの絆を深めていく。ポケモンたちの不思議な生態。進化の驚き。時には思わぬ別れも。さらに彼らを待ち受ける危機、ロケット団の3人組。ピカチュウを奪ってやろうと付け狙い、いつもいつもおかしな作戦を展開するが、いつもいつもあっさり負けてしまう。おかしなおかしな3人組。しかし彼らの背後には悪のボス榊が控えている。彼らロケット団は世界中の強いポケモンを集め、悪事に利用しようとしているのだ。また伝説と呼ばれるポケモンたちとの遭遇も。ポケモンたちが見せる大自然の厳しさ、常に大々しく威厳に満ちたその姿は、ポケモンという世界の奥深さをサトシたちにまざまざと見せつけてくれる。ポケモンたちとの冒険がサトシとピカチュウを強くする。ポケモンリーグでライバルシゲルと激突。バトルを制するのはサトシかシゲルか。ポケットモンスター。
少年サトシとピカチュウの挑戦と冒険の物語。彼らの姿はポケモンを愛する君の姿かもしれない。